ケプラー69は太陽系からことざの方向2900光年離れた位置にある構成である。銀河系の俯瞰で見るケプラー宇宙望遠鏡の観測範囲、ケプラー宇宙望遠鏡による観測以前、この構成は2マスのカタログ上にあり、2マス J1933262 プラス452080と呼ばれた。ケプラー計画で 観測対象の一つとしてキック869万2861というカタログ名となり、ケプラーの初期観測で惑星トランジットの兆候が見つかると、ケプラーの優先観測対象として、濃い -172 という符号が付与された。ケプラー案によるさらなる観測で惑星トランジットによる原稿が確定し、ケプラー計画で69番目に惑星が、 発見された成系として、ケプラーマイナス69と命名された。太陽に比較的似た黄色の主系列性であり、質量半径ともに太陽よりやや小さく、温度も低めである。死闘級が14頭と非常に暗いため地球から肉眼で観察することは不可能である。ケプラー69には2つの惑星が発見されている。2つの惑星 B と C は、 いずれもスーパーアースサイズとされる。このうち、外側のケプラー 69C は、発見時、ハビタブルゾーンの中に位置し、太陽型星のハビタブルゾーンに発見された初めての地球型惑星候補とされた。しかし、その後の分析によって、惑星 C の軌道は修正され、地球の1.9倍に及ぶ放射エネルギーを、ケプラー69から受けているとわかり、その環境は、 地球よりも金星に近い、いわば、スーパービーナスであるとされている。ありがとうございます。